はいどうもこんにちは、リュウボンです。ゴッドイーターズレイジバースト、やっていきましょう。で今回、今ちょっとね、あの話もあった通り、あったように、ちょっと、なんだっけマルチプレイでやってますね。投げな、おいしょい。おーのミサイルポッドが気持ちいいよね。やったー、うほー気持ちいい、よいしょい、おと倒した、早いね。いいね、鎌ぐるぐる回るね。あとキュビレっぽいのがあるね、あの弾ん、あ、そっか、空中ダッシュできるのは探検か。オッケー、あーこれはね、食らいそうだね。食らわなかった、ムカつく。あれまだあっちに、おおおお、いいね、気持ちいいね。5000とかいっちゃうんだね。よし、ほんと水星城のいいところはこの弱点に何回もね攻撃することができる。いった、何、誰もいねえか。おお気持ちいい、ちょ待ちなさい待ちなさい。おお、いいねいいねいいね、素晴らしいじゃん。で今回ね、あのまあ募集をねするにもね、なかなかねニコ生で募集ってほんと難しくてね、今あのゴッドイーターはだいぶね発売から時間経ってるけど経ってんだけど、なかなかね、あのそれでも人はいるっちゃいるんだけど、ちょっと待ってね、よし、はい倒した、弱いね。それでもね、まあ人は来てくれるんだけどね、まあその発売から時間経ってるってこともあって、なかなか人集まんなくてね、今回2人、京子さんとフォアさんやらせてもらいます。2人ともね、俺がね、この生放送やるといつも来てくれる2人でね、めちゃくちゃ喋ってんなよし、この辺でカットするかな。生放送じゃねえわ、あれだもんね、ほれサバイバー、マルチってさ、この祈祷をさカットできないからねそれがね、確かにね、ふわふわ。よし、残人残され、はい、お任せください。レア守備監視リーブファングレッシン、はい、次行こう、はい、よし、次はクロムガウェインとオントバサラ。これは俺は変わらずこの武器で行くわ、この装備で行くわ、はいそうで、さっきちょっとね、話してたんだけど、生放送でね話してたんだけど、このね、よく妖芸とかのね、マルチだとね、こうスキップするのをこう投票っていうのがあって、で全員が投票したらスキップするっていうねのがあったりするんだよね。それをちょっと導入してもらえると、この煩わしさがないかもしれない。ああうせえこの野郎、はい始まりました。はい、次、クロムガウィンさんだな。俺が初めてこいつと出会った時はもう本当に、あれか。あ、さっき俺が手に入れた残された神器ね。なんかあれなんだね。9だと意味ねえよっていうようなやつだったんだね。で、10だとすごくいいやつなのにって話か。ほんとマサラちゃん、おい、イエーイ、逃がさないよ、いいね、トレイーっつって。で俺のね YouTube の方動画見てもらうと分かる通りね、なぜかねマルチでプレイすると、このやられた時の
他のキャラクターの声が、あ、もう死んだ。声がね、こう、ね、こう、ちょっと一瞬ダブったりするんだよね。プレイーとかね、プレイーとか言っていうのが、おかしいんだよ、すごく。ものすごく違和感あるんだよ。お口に注射。あー、ちょっと切れそうよ。嘘、地震来た？俺、うち全然だわ。よし、オッケー。大丈夫？弱い？ニコ生だかなんだかで、すっげえ、なんだっけ、ものすごい地震あったじゃん、3、4年前に、3.11。あの時に、あの地震がマジ来てるのに、それでも FPS をやめない男っていうね、動画がちょっと話題になってね、不謹慎すぎるっていうのはあるけど、そこまで強くない。よかったよかった。死んじゃう。よし。あ、くそ。おお、くそ。まあまあいいか。おい、オッケー。でもあの動画はすげえよ。すげえ地震だーとか、でも FPS やめれねえみたいな。まあ要は、ちょっと地震、ね、地震があったのを、あった人、なんだろう、震災地のね、人からしてみれば、まあふざけんなっていう動画だけど、あれはあれでもバカじゃねえのこいつと思ってね。あれはそれ怒られるよ。本当はさら。あ、せっかくなんでもらっとこう。うん、痛えよ。オッケー。よいしょ。オッケー。面白いな。誰かのキャラクターがね、多分誤爆したんだよね、誰かを。で、キャー、ごめんなさい、後に何でもしますからって。ぶつのだけはご、なんか、な、殺すのだけはみたいな、なんか、言ってた。面白かった。で、そうそう。で、さっき俺言ってたの、この待ち時間ね。で、これで、例えば俺が祈祷ってやったら、祈祷投票1みたいなのが、その下の秒数のところに出て、で、みんなが揃ったら、もうスキップっていうね。そういうのを入れると親切だよね。まあ、決してね、それなくてもいいけど、あった方が便利かなと。はい、次だ。次のミッションを確認しましょう。私有打点と混合極地型だな。で、極地型のグブログブロと役者ラージャということで、炎属性。道中来た。スタンとかブエノムとか耐性あるやつ。道中来た。おー、おめでとう。こういうね、他の人の残された人気の報告がね、リアルタイムで聞けるのも、マルチで面白い、ね、一つだよね。はい、じゃあ、行きましょうか。おめです。おめです。素晴らしいね。アリ、ふわふわ。アリンコ。はいよ、次行きましょう。一応、あ、連射弾、火だね。いたー、いたー、来やがれ。なんだっけ、これ。甘いわ。背中当てたい。おーし、いいね。もうこれね、動いた方がいいぐらいここがポイントなんでね。でもねえか。いや、早っ、半端ねえな。でね、今、一緒にね、あ、やべ、あー、くそ、あー、くそ、バーストが、おのれ、くそ、そうだな、最初に感度がないとな。よいしょ。痛えなぁ。痛い。ちょ、待って。オッケー。あ、いっぱいいる。大変なことになってる。おいしょ。まあ、役者ラージャーはね、ティーブラ？こいつはゴミだからね。1対1だったら、まあ、苦戦することはまずない。うっとしいのはやっぱり、サポートとしては強いからな。ちょっと、しびれろ、そろそろ。逃げたか、めんどくせえな。おお、アリサが。そう、アリサで思い出すとね、アニメだよね、アリサが、アリサも驚いた主人公の
あれどこ行った落車ディム。ちょっとオッケー。アニメがねすごく面白かった。ゴッド以下のアニメものすごい丁寧だね。作りがアニメーションのね、で CG とか駆使して、でしかもその CG もよくありがちなこの 2D のこの中に 3D 入ったら変だろっていう違和感を感じさせないね、ま、本当に 2D のような、よいしょ、ちょっと待って、フォアさんが面白いのはセリフが、はい倒した、疲れたな、オッケー、疲れ、間違えた、疲れたんや、速攻すぎたな、オッケーオッケー。でそうで、まるでね本当に 2D のような 3D をね使ってるから、荒髪とかすげえ面白かった。ぜひというわけでね、今回の動画はここでおしまいになります。バーストはね、はい、次回また、次のね予想やってください。そうはい、またこのメンバーで次回、やっていきますので、また見てください。ほんじゃまたなって。